国立ソウル秋田ンは大韓民国ソウル特別指導弱区にある国立墓地である。この墓地には日本の統治時代における独立運動家や国家功労者、朝鮮戦争、ベトナム戦争の戦死者、牧政紀元大統領など歴代大統領が祀られている。2009年5月には新潟日赤センター爆破未遂事件に関わった工作員12名が 戦没者として祀られた。1955年に朝鮮戦争で戦死した軍人、軍族を埋葬するための国軍墓地として作られ、1965年3月に国立墓地に昇格した。1996年6月に国立は北大に名称変更した後、2006年1月に国立ソウルは北大院となった。現在、 秋田大には16万9000人が眠っており、このうち埋葬されているのは、亡きがある5万4444 44人である。暗葬対象は、国立墓地の設置及び運営に関する法律第5条、第1項によって決められており、国家元首、愛国、純国列首など国の発展のために名誉なことをした、人や国のために命を捧げた将兵などを称える場所である。 日本からは2006年10月9日に安倍晋三が内閣総理大臣として、そして2011年10月19日に野田義彦が内閣総理大臣として公式に参拝し、喧嘩している。2014年5月に日帝残市生産のため、海図海武器等の日本産樹木をすべて韓国産の樹木に植え替えるという計画が国会で承認された。 2020年8月15日、金もが新日軍人をはじめ、反民族の人々69人が、秋田田院内に埋葬されているとして、新日派の改装論を提起した。ありがとうございます。